あゆみさん、こんばんは。始まりましたね。毎週水曜日夜の10時半からお届けしております。今日は、10時34分からスタートでございます。竹本健一の眠りたくないのに。今日のオープニングはね、あれ何でしたっけグラミー賞で、最多受賞、歴代、記録更新しましたビヨンセをの、最新のアルバムというのは、ルネッサンスですね。こちらお届けしました。意外と自分の好きな、アーティストでもあるラファエル・サデュークとか、そうですね、R&B では結構ヒット曲を作ってたザ・ドリームとかも、プロデューサーで入っていてですね、何人で曲作ってんのっていうぐらい一曲の参加アーティストの数がすごい。それでみんなで曲を作ってる、どうやって作ってるんだろうな、と思うんですよね。楽器人を見ても、今聴いてもらってる曲のドラムのプログラミング、ドラムプログラミングでも3人ぐらい名前が入ってて、2人かな、3人ぐらい入ってて、しかもラファエル・サデュークはドラムも叩いてるってクレジットが入ってるんですよね。どうやってんのみたいな。どんなちょっとずつな、みんなどんなちょっとずつ作ってんのみたいなね。例えばそのザ・ドリームとかは多分そのボーカルのラインとかをいろいろ考えてると思うんですけど、歌詞も含めて結構そのやっぱよく聞くと、まあ単なるその主旋律だけじゃなくていろんなバッキングボーカルっていっぱい入っているんでね、多分本当この一つ言葉こと一つ一ついろんなこのニュアンスでいこう、このニュアンスでいこうっていうのをね細かく作ってるんじゃないかなとは思うんですけれど、言ってもビヨンセ歌うまいからな、めっちゃめちゃうまいもんな。はい、この間なんかドバイかどっかでビヨンセがライブしてましたね、多分ね。ものすごい、なんかものすごいその一つのステージにお金がめっちゃかかってるって、SNS かでなんかで見たと思うんですけど、うん、見た感じめっちゃお金かかってるだろうなっていう、なんだこりゃみたいなライブでしたけどね。ライブ全部見たわけじゃなくてチラッと SNS で、見ただけなんですけど、はい。さあ今日もね最初こんなお話から、皆さんのリクエストを募った曲をかけて、そして最後に、弾き語りをお届けするという感じで、行きたいなと思ってるんですけれども、日曜日にやってます。日曜日の YouTube 配信、日曜日の気まぐれというですね、YouTube ライブ配信、今年に入って2回やっておりまして、また今週末もやろうかなと思ってるんですよね。それにはここの皆さんにリクエストをこのコメント欄で書いてもらって、そこから、選んでやってます。はい、今夜も録音されてますか。そうね、このアワーラウンジもアーカイブの、ね、残してまして、ちょっとマイクを立てて、録音してたりします。はい、なので日曜日の気まぐれでやる曲をちょっとこのメッセージのところに書いてみてください。メッセージのところに、まあカバーでもいいですよ、カバーでもいいんです。そして、竹本健一のオリジナル曲でもいいです。誰かに提供した曲でもいいです。
セルフカバーみたいな感じかな。はい、まあ先週あの書いてくれたやつやってない曲もあるので、そこから選ぶこともあると思いますけどね。はい、おバレンタインキス、そんな季節ですね、もうね。バブルス、面影バレンタインキス、お思いの月、ああ久々、明日へのメッセージよろしい感じですね。ワンシーン、もう十分、この日曜日は5曲やってますから、まあ、十分5曲出てきました。だんだん増えてきます。はい、 Think about you。 あ、この間ね、あるプロジェクトでリハーサル2日間ぐらいやったんですけど、あ、分かるかな、ノーノーノー愛しい人、メロディー玉木さんのね。はい、その時にリハーサルでやったスタジオが、体温っていうアルバム、僕のアルバムはそこでこうビデオも一緒に撮って、一発撮りみたいな感じで撮ったライブ音源を音源化してるアルバムなんですけど、 YouTube で、東京タワーとか、その Think About You とか満月とか、諦めないでとか、あとなんだっけ、フリースタイルとか5曲多分見れるようになってるんですけど、その、 撮影したレコード、もうそこでレコーディングしたんですけど、したあのスタジオでリハーサルだったんですよね。それ以来なんで13年ぶりぐらいに行ったんですよね。懐かしかったです。何にも変わってなかったような感じでした。はい、すごい、一応写真撮りましたけどね。リクエスト曲増えてますね。最初からいこうか。バブルス、面影、バレンタインキス、思いの月、明日へのメッセージ、ワンシーン、センカバーチュー、ノーノーノー、愛しい人、メロディー、離れていても、エイリアンズ、この辺ぐらいかな。はい、あとタトゥー来ました。はい、そっから選びます。はい、そうなんですよ、13年ぶり。もうね、今年は2003年に竹本フォーンズでデビューして 20年が経とうとしておりますね。2003年の8月27日デビューなんでね、20年ですよ。あっという間でございます。はい、さあさあさあ、皆さんからのこのアワーラウンジはリクエストがね、皆さん送ってもらってそれをかけることができますので、何行こうかな、それも選ばなきゃいけないんだよね。てれってて、今日わりかしみんなリクエストバンバン送ってくれてますやん、ええ感じですやん。どうしましょうかね。選んでます今。選んでます、選ばしてもらってます。はい、オーケー、これぐらい今の曲だ、1,2,3,4,5,6,7,8、これでいいでしょう。それではビヨンセさんの曲をね、ちょっと今から消していきたいと思います。ビヨンセはさすがにこれかけてるとやっぱ寝れないでしょうね、きっとね。なんか上がりますよね。もうちょっとしっかり聴いて、ボーカルプロダクションをちょっと研究しようかな。よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、次の曲が終わったら、皆さんのリクエストです。
歌手デビュー20周年ですね、多分ね。はい。本当もう昔のことをこう、本当に記憶力、思い出そうという努力をしてないだけかもわかんないですけど、あんまり思い出せないんですよね。だからこう誰かとこうみんなで集まってその当時の話をすると、うわあったそんなことあったみたいな感じで、すごいびっくりするんですよね。当時のね、皆さんに会って話、あんなことがあったなとかやってみたいもんですよ。はい、それでは皆さんのリクエスト楽しんでください。ではここからは、後半戦になりますけれども、たくさんのリクエストありがとうございました。じゃあ弾き語りですね。皆さんだんだん眠たくなってきましたか？もうね、寝るための番組だから、もうお布団の中に入ってる方、今日は僕もこの番組始めるにあたってお風呂に入ってからやりたかったんですけども、できませんでした。お風呂に入る時間なかった。まだお風呂入ってるんですか？そこで寝たらやばいよね。お風呂でほんと入ってたらこう寝ちゃう時あるよね。こたつにイン中ということで、こたつも寝ちゃうよね。うちこたつないですけど、こたつで寝る時最高だったな、実家とかでな。ストーブは 何のストーブ使ってるんですか？石油？どんなストーブ？ストーブ前ってさ、ストーブ前ってどんな状況かなって逆に思うわ。こたつは寝るから出さないは。あれさ、この眠りたくないのででさ、やっぱ石油です。環境に優しくない。石油って環境に優しくないの？でもさ、もし停電とかなった時はさ、絶対石油じゃないと無理じゃん。まあ電コンセント刺さなきゃいけないやつだったらあれだけどさ。布団に足だけ突っ込んでます。いやー、それあれだよね、すごいトルコの地震、本当すごいね、あれね、本当にタスカラる人は本当にまだね、助かる人が出てきてほしいなと思います。なかなか支援物資もさ、届かないような感じらしいじゃないですか。で、めちゃめちゃ冬なんでしょ？すごいよね、本当に。一瞬にして、一夜にしてね、そうなっちゃうんだから。何が起こるかわからない。だからね、本当に毎日悔いのないように生きるってことはやっぱり大事だよね。
溶けてくんだ、緩んでって泡になった。 Baby you rip in my tooth、 嘘も全部夜の向こうへ。 Baby you rip in my tooth、 昼の香りが心の奥へ染みる前に流せるシャンプー、 yeah。 あるとすればきっとこれなんだ。アンバランスな毎日を渡って生きていけるのはワンモーメンだけの真実を愛し包み隠し、レンリーリピー。 Baby you rip in my chest、All my senses 解き放った。 Baby you rip in my chest、 裸のまま上がる太陽。 Baby you rip in my chest、 yeah。マニマニ浮かんで立ってる Lonely Ain't nobody knows me、 気づけば僕よりちょっと冷たい柔らかな何かに包まれて Trip 夢の中まで、一瞬だけのリセットかけたら OK、明日へ。 Baby you rip in my chair、 緩んでって泡になった。 Baby you rip in my chair、 嘘も全部夜の向こうへ。 Baby you rip in my chair、All of my senses 解き放った。 Baby you rip in my chest、 裸のまま上がる太陽。 Baby you rip in my chest、 Oh yeah、 Oh yeah、 解けてくんだ。 Baby you rip in my chest、泡になった、yeah。 Baby you rip in my truth。 シャンプーでした。もう無理、言い出しそうになるたび、君の顔さえ見れずに、 I say sorry、 このパターン、ちょっと距離取ってみたり、黙り決め込んでみたり、よかれと思うことは裏目に出てしまって、でも本音は always the same、 すれ違いもう全部全部全部愛したい、だって二人はこんな違うエナジーで惹かれ合う運命、
white flag 掲げてみよう。胸に使えた英語空っぽにしたらふと流れ込んでくるから。 You and I, you and I 僕らの愛中途半端くらいが心地いい。僕ははっきりさせたい。君に時々疲れてる。結論は出せそうにないけれど、やっぱり結局は元気をくれるのも君。嫌いになってまた恋してそれでいい。理想じゃないからちょっとちょっとずつ譲り合いしてここまで来た。後戻りはしたくないから、 White flag 掲げなくちゃおう。諦めの境地の向こう、両手抱きしめてたや。すれ違いもう全部全部全部愛したい。だって二人はこんな違うエナジーで光り合う運命。 Fight flag 掲げてみよう。胸に使えた英語空っぽにしたらふと流れ込んでくるから。 You and I, you and I日々繰り返し、君とただいれることに I'm so happy ずっと終わらない。ありがとうございます。 You and I でした。そうよ、ハッピーエンドよね。うん、うーん、憧れは
星の数ほどあるんだけどな。私は私の星がこの夜空にたった一つ輝いてる。私の星がみんな一つだけ輝いてるのさ。変わらないでいい、変わらなくていい。変われないもんさ。たった一つだけど、とても美しい輝きさ。一つだけでいいじゃない。たとえそれがとても嫌なとこでも、たとえそれが誰かを傷つけてしまったとしても、変わってしまったら君じゃないから。明日へ向かって眠ろう。明日へ向かってお休み。そのまま流されたい。静かに Oh, yes, semi baby. Oh, yes, semi baby. Oh, yes, semi baby.
おやすみベイベー、 yeah, yeah. 明日行くのさ。皆さんおやすみなさい。Good night。また会いましょう。あ、そうだ。4月1日ワンマンライブがあるから皆さん来てくださいね。予約は11日からです。おやすみ。その話すればよかった。Good night。